はい、はい、どうも水溜りボンドです。お願いしますね。毎日頑張っていきましょうということでね、それの動画です。そう、この動画いやもうね、すごかった。水溜りボンド、あ、来た、あった、ヤフー、読みます。ヤフー知恵袋、今動画、画像出してると思います。うん、YouTube の水溜りボンドさんのトミーさんはいつも動画の始まりになんて言ってるんですか。回答1、回答1で出てたらいいな、ちょっと。はい、どうも水溜りボンドですね、毎日頑張っていきましょうみたいな感じだと思います。トミーが聞き取れないですって言われる前に俺が気づくべきなの。俺も悪いのよ隣でふざけてこい。お願いします。ちょっとやってみる。やってよ。はい、どうも水溜りボンドです。お願いします。これこの時お願いします。お願いしますって言ってるね、ちっちゃい声、トミーが聞こえるぐらいの、お願いします。お願いします。ね、あ、ねは俺が言ってるわ。俺、あ、俺ねってやってれば一応、あ、ねで、ねでカンタが上がるんだ。息継ぎするわ、一回プレスね。あ、じゃあ、もう一回。はい、どうも水溜りボンドです。ね、毎日頑張っていきましょうだけ。で、慣れてきて、気合もある時って、すげえ早くなって。よっしゃ、行くぞみたいなね。よっしゃ、行くぞ、よっしゃ、頑張っていきましょうって。でねみたいな。なんて言ってんのいや、そうだね。それは何、去年の、この質問があった、10月あたり見てみますか。はい。はい、どうもー、スタバリモンドです。お願いします。ね、毎日頑張っていきましょうって。いや、早いよ。結構早いな。けど、だから、いや、いつも見てくれる人はいいけど、今日初めて見てきた感じ。なんってんの最初。うるせえ。最初騒ぐなよって。まあまあ、これでしっかり言ったから、何人かが分かってくれてるだけでいいよね。はい、どうも、水溜りボンドです。お願いします。ね、毎日動画頑張っていきましょう。そう、毎日動画頑張っていきましょう。で、どういうことでね、じゃあ、なんですかって感じ。まあ、ということで。いや。なりがちということで許してください。そう、なりがちなんです。なるべく気をつけます。やる気はあるんですよね。ちょっと気をつけよ。そう、ちょっと気をつける。はい、たまに気をつけてるよね。たまに気をつけて、あ、気をつけてるなって思う。